私たちには珍しくないですか、こんな明るいの。それ何時だと思ってんの、なんで怒ってんの。10時やばい、10時半え珍しい、マジやばくないとか言うとさ、うん、なんか普通はそんぐらいから働いてんだよとか言われそう、うんうん、うちは夜働くことがあるから、うちらは夜型だからそれでも早いの。じゃあ許して、俺は早いって言ってることを。そうで、今うちらね一本取ってきたんです。そうだから早いわ。お仕事してきたの。何それ。炙りサーモンのポキ丼を買いました。お腹減りまくった。いただきます。うん、卵、うん、正解。卵のせろ。味変だろ。卵ってさ、うん、絶対使い切れないんだけど。どういうこと。あの6個パックで買うのね、せめて、うん、10個は絶対無理だから、うん、でもマジで使い切れない。何をしたらいい。あ、卵かけご飯、スクランブルエッグ、あとスープに入れる、うん、普通にゆで卵。ゆで卵どうしてもさ、うん、あんま得意じゃなくて、うん、あのあれおでんのゆで卵もあんま好きじゃないの。あ、そもそも好きじゃないってこと。なんていうの、温泉卵が好きなの。硬いのが苦手。えや好きじゃん、おでんの卵大好き。でも中がトロトロなのが好き。美味しい。これ寝起きで水豚食べてきた。あ、出た。水豚って何。うどんの太い版、なんかちぎった版みたいな。売ってる水豚。うん、こねる。うまいよね。うん、大好き。なんか回転寿司に行きたすぎて、うわいい、その動画ばっか見てるから。うわいいね、行きたいわ、うん、サイド食べたい。いや、分かる分かる、うん、サイド充実しすぎじゃない、うん、最近の回転寿司って。それが楽しい。なんか家系とかさ、うん、なんかあと激辛シリーズとか出てたり、うん、なんか力の入れ具合半端ね、凝ってんね、うん、ああいうそのさ、炙り、うん、なんとかとかさ、うん、高級なお寿司屋さんではないあのメニュー、うん、寿司、あんじゃないけど、それ結構好きなんだよね。ハンバーグ、はい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 、そういうの確かにあるね。なんか牛カルビみたいな。そうあれ意外と好き。だから今日はめっちゃ寝たい、ずっと、うん、ずっとめっちゃ寝たい。昨日も今日も朝早くてさ、なんか冬の朝早く起きるのってさ、マジしんどくない、夏より。でもあったかくしてる。あったかくしてても無理、起きれない。室温20度から26度で寝てる。なんかのぼせそう、パジャマ着て。今もちょっとのぼせそうだ。うん、本当に、うん、目がかすんでくる。てかさ、みーさ、寝室さ、窓のない部屋がいいんだよね。え、なんで。なんか嫌なの、朝日に起こされるみたいな。カーテンとかも嫌、こもれ日も嫌だ。そうあ、そういうことね。一回友達に勤まった時に、その寝室に窓があって、うんうん、メインはまだ寝たいのに、うん、その朝日で起こされた、はいはいはい、すっげーイライラして普通の人は気持ちいいんだよ、それが朝だーってなんかさ、日焼け気にしてるよね。え、そうそうマジそうそう、マジ焼けるみたいな、焼けるって思って、それでわかる。てか、ずっと焼けんじゃん。うん、焼ける。その日差しあったら、うん、うちカーテンとか、ま、全焼けで寝てる。そうなんだ。え、日差しで目覚めるってこと。目覚めてか、朝だって思うくらいだけど、うん、でもそれがいいんでしょ、本当は。本当に、うん、それがいいっていう。でも分かるよ。嫌だよね、まだ起きたくないのに分かる分かる、起こされるとか、うん、あとピンポンで起こされる時も、いやまだ寝れたのにってなる。で、寝れるけど、時間的には全然二度寝できるんだけど、うん、目覚めちゃうんだよね。そうそうそう、一回もう起き上がっちゃってる。分かる、そうだね。やばい、お腹いっぱい、無理、もう動けない。あ、どうしよう。一回寝ていいよ。マジ寒い。寒いけどさ、うん、なんかタクシーさ、温度調整ってむずくない。え、そうで、あのシートヒーターつけれてくれてるけど、うん、だったらうち暖房いらなくて、あー、ダブルでやられてもう逆に具合悪くなっちゃう。どっちか。なのに窓が開いてたりするんだよ。よくわかんない。どっちってなるから。でも基本切っちゃうかも、シートヒーター。うーん、なんかケツだけ汗かいて。確かに熱いよね。そう、ちょっと長い時間乗ってるってさ。わかるわかる。あと自分が乗ってる方だけだと思ったら、こっち側もついてて、そこになんか荷物置いて、めっちゃ荷物熱くなってる時とかはある。で、人んちの冷房、冷暖房問題、うん、ちょっと難しいよね。言える。ちょっと厳しいかも。なんかそのどっちなら言える。寒くてちょっとごめん寒いか、暑くて、暑くてはないか。なんかさ、その節約してるかもしれないじゃん、うん、そう、別に、なんか、はいはい、
節約だったら言いづらいの、うん、冬に25度とかに設定してるとか、うん、夏に27度にしてるとかってことで、そうそうそう、節約だったら言いづらい、別にそれで向こうもなんか寒くないって言って、うん、あ確かにって言って下げて、あ、上げてくれるならいいんだけど、うんうん、そうだよね布団とかいる確かに言いづらくない、そう、人とかいるの前は節約だね、そうそう、うん、節約じゃん、まあでも言ってはいいんじゃない、でも言えないな、やも言えない、うん、分かる、うち暑かったら言っちゃうか、暑いのいいよ、一旦顔洗いに行くかちょっと一旦クールダウンさせる感じか、うちがたまに やってたのは夏手洗う時にここまでこうやって洗ってベチャベチャするのも嫌だし、うん、洗えるところを洗ってちょっと温度下げようみたいなのはやってた、マジで昨日9時ぐらい寝た、最近9時に寝て3時とか4時ぐらいに起きる生活してる、でもそっちの方が良くない、朝はさ早く起きた方がさ時間有効活用にね、なんかあまりだから今までそれしてないじゃん、うん、だからあまりすぎて何したらいいか分かんない、それで昼寝とかしちゃうと思うさ、確かに一回しちゃうと、またその次の日は3時4時まで寝れなかったりする、それが毎日ならいいんだけど、ね、仕事で変わるじゃん、確かに朝早い日の前の日寝れないときつい、うん、そうそうそう、だから1時間しか寝てないじゃん、そう寝ようってなるくない、明日早いんだから寝なきゃダメだよ、これもう2時間も寝しか寝れない、そうそうそう、やっぱあと2時間しか寝れないじゃん、そう確かに、マジでやばい、いや。早っ。もう3時間経った。早っ。目開けてるね。目開けてるね。かわいいね。目開けてるね。半目で寝てるね。なんかさ、うん、眠いを通り越すとさ、うん、わけわかんなくなってこない人間って。楽しむのが正解？え、そうだよ、あ、じゃあいいか、なんで起きろって言われるかなって、うん、うん、だってこたつに入ってんだよそうそうそう、こたつに入ってんだ、起きんな、うん、マジで絶対に絶対起きんな、ずっと寝とけ、じゃあ今から褒め合いっこします、もっと近くで、もうチューしちゃうかもぐらい、鼻筋きれい、歯きれい、まつげきれい、唇プルプルみたいな、キモごめんごめん、いいから、キモい、はい、負け負けでーす、キモいよ普通に、なんで、ちょ恥ずかしい、恥ずかしくない、恥ずかしい、メガネ似合ってる公衆コーヒーめっちゃいい匂いする、コーヒーのいい匂いする、こいつカフェ、こいつの口になってカフェ、いや職員室はいい匂いじゃないかも、え職員室って、職員室のコーヒーの匂いじゃなくてカフェのコーヒーの匂い、あカフェの方ね、職員室ってなんかこうちょっとタバコ混じりみたいなところもあるじゃない、じゃない純コーヒーみたいな、あ純コーヒー、石灰ライン綺麗、目キラキラ綺麗、毛穴が2個ぐらいしかない、うん、なんか毛穴が6つほど、ね、布ってやめろ6つ数える髪の毛細い、なんか、うん、ほっぺナッツ入ってるみたいで、なんか膨らんで可愛いナッツしかもナッツって何どういうことリスとかさ、めっちゃ詰め込むやん、そういうことね、そうね、びっくりした、ナッツちっちゃと、ナッツちっちゃいのクソでけえやん、どんなどんなナッツだよ、あんま変わんねえだろ、1個2個やん、可愛いと綺麗禁止、可愛いと綺麗禁止、何々で可愛いとかなし、あ、オッケー、これ引く、男性2人でやってる言葉のセンスがいいな、低身長なのに腰の位置高くてスタイルいい、顔ちっちゃい、ファッションセンスがいい、まつげ生えてる、裸眼なのに綺麗すぎる、あ、綺麗って言った、あ、あ、負けー、あー
じゃあ自分のこと自分で一人でやってじゃあカメラに近づいてやってきてみんなといいとこ褒め合い選手権いいとこ褒め合い選手権金髪似合いすぎスタイル良いデニム似合っちゃってる好き嫌いないこれでさ、なんか戻ってきてうちがさ、黄色のタイツ履いてたら思うよ顔でいっぱいになってきた普通にこうやって座ってるの、黄色のタイツあとはほくろがいい感じにセクシー26歳とは思えない美貌髪がキューティクルどういうこと髪の中にあるんだよキューティクルん髪がキューティクル耳の大きさがちょうどいいやめろおい耳の大きさがちょうどいい逆にちょうどよくない人っていいのえなんかでかいってこと大きくなっちゃったとかちっちゃくなっちゃったとか、うん、でもさこういう耳がちょっととんがったあー分かる妖精みたいな、うん、でもさあれさ、はい、なんかそうなりたい人用になんかあるよね、うん、なんかつけ耳みたいな、ね、あとかねもうキモお前カエルかペットボトル飲み選手権ウラン飲み参加中キモそれさ自分の好きな人ができたとしてはさその人がそういう飲み方してても嫌いにならない自信ある好きでいる自信ある、うんダメなって嫌いにはならない、うん、なるえなるよねでも口つけないのもちょっと嫌えわかるずっと、うん、別にその口つけしないようにとかでやるのはいいんだけど、うん、自分のペットボトルでそれやる人、うん、あーわかる、うん、あとなんかこれ例えばエアが水飲んでてで飲むって言った時にうんって言ったとするじゃんその時になんかこう口離して飲まれるのがあんま好きじゃないかもあ逆に逆にあ飲むうんいいよなんかでも戻ってたよなこれなんか戻ってるいやなんかでも見てちょっと濁ってる濁ってるとかねやめろそれというわけでですね、うん、今回なんと内閣府から性的同意についてみんなに知ってもらいたいというお話をいただきましたわありがとうございますまず、性的同意っていう言葉については分かりますか？はい。でも詳しくは分からない。言葉は分かるけど、ニュースで聞いたから、うん。やっぱ内容については詳しくは分からないっていうことなんで、うん、まあ私も詳しくは分からなかったんですけど、今回勉強いたしまして、もうまずこう性犯罪については、性犯罪に関するその法律が今年の7月に変わりました。うんうん、どういうふうに？まあちょっと難しいんで、今日資料、うん持ってきてるから、これ見ながら話すね、うんはいまあ、まず、その刑法の性犯罪が不同意性交等罪や不同意猥褻罪っていう名前になったんだってうんそれはどういう犯罪？まあ、分かりやすく言うと相手が性的な行為についてノーと伝えたりすることが難しい状態で性的行為を行った場合に罪に問われる可能性があるんだって相手の同意がないまま性的な行為を行ったらダメ正解、はい、うまいです分かりました？分かんないです全然理解できないですけど、うん、相手が嫌ですって言ってる場合だけじゃなくて、うん、嫌だけど本当は嫌だけど怖くて嫌ですって言えない場合も犯罪になるかもってこと、うん、そううんうんそもそもその犯罪になるかならないかにかかわらず性的同意について知っておくってことが大切、うんうんうん、なので今回はちょっと先に私が勉強させていただいたからそれを2人に伝えながら、はいはい、みんなにも伝えていこうかなと思って今回は性的同意について考えていこうかなって思ってます、はい、まずその性的同意っていうのがそのキスとかハグとか性的な行為をしたいかしたくないかっていうのをお互いに意思をねこう確認することを性的同意って言います、うん、それはどういうこと？例えばキスするときに聞くっていうステップがあるとすると、うんうんうんまあ、最近の子はそれされたらちょっと冷めちゃうからっていうことも多いんだけど、あれはもう必要なこと、うん、大事なことだよっていうのをお互いに理解しないといけない、うん、じゃあ相手の同意を確認することが相手にとっても自分にとっても大事になるってことだ、うん、そうそうそうだから相手の同意のない性的な
行為は性暴力っていうのを今回は一番覚えてほしいなっていう。なるほどね、うん、はい、同意がないまま、うん、その性的な行為は相手を傷つけちゃうこともあるので、うん、その相手の同意っていうのはしっかり確認することが大事だよってことだね、うん、性的同意の意味は分かったけど、うん、何をもって同意したことになるのかが難しい。あれじゃない、アクションを起こす方が相手の意思を、うん、あの確認して相手がイエスって答えてくれたらとか、じゃあ OK そうな雰囲気だったら、まあ、こうわざわざ言葉にっていうのも、うんうん、ね、気持ち伝わることもあるかなって思うけど、うんうん、でも相手も同じ気持ちかはやっぱりちゃんと確認しないと分かんないから、こうなんとなくの雰囲気は、うん、だと確認っていう形にはなんないんじゃない、うん、確かに。あと本当は嫌だけどなんかうんって言わされちゃうみたいな、そういう雰囲気とかもあるじゃん、うん、例えばなんか上司とか先輩とかだとさ、うんうん、断ったらそうそうみたいな。確かに、でもいいよって言ってるけど、うん、本当は嫌って見分けるのすごい難しくない、うん、まあ、こうだからといってこ断れない状態を作って言わされたイエスとか、うんうん、まあ、強い立場を利用しての行為は同意っては言えないから、まあ、それはそうだね、一方的みたいな感じだから、うんうん、だからまあアクションを起こす方はお互いの関係性とか相手の心と体の状態も考慮した上で相手が今どう思ってるかとか、うん、こうちゃんと確認しないといけないかなとは思うんだよね、うんうん、で、まあ、その上でもしイエスっていう確認ができないんだったらそういう性的な行為はしない、うん、酔っ払ってなんか判断鈍ってる時とかもやめた方がいいよ、うん、記憶なくしてる場合もあるからさ、うん、そういう場合は OK なわけもないよね。まずそうだ、とにかく応じるかどうかはもう相手が自分で決めること、うん、だから、まあ、相手に断る権利があるってことをもうちゃんと意識して、うん、ノーって言える環境でしっかり確認しないとダメだと思います、うん、まあ、はっきり断ってないから OK だよねっていう思い込まないようにしないといけない、うん、でもさ、もうすでに付き合ってるとか、うん、相手も自分もお互いのことが好きだなっていう関係性の時ってさ、うん、ノーって言いにくい状況も出てきそうじゃない、うん、だから言ったら気まずくなりそうとかさ、うん、そういう風に思っちゃうとか、うん、そう、断られた側も断られたらちょっと悲しいなりそうだ、ね、まあ、でも嫌だって感じたんだったら、うん、もう正直にその気持ちは伝えた方がいいし、それはもう大前提としてこうみんなには覚えておいてほしい、うん、まあ、この愛情表現っていうのはもうその性的な行為だけじゃないし、まあ、日頃から嫌だなとか怖いなって思うことはもう相手に伝えてみるっていうのがすごい大事だと思う、まあ、お互いにこう常にこうリスペクトし合って、こう性的なことだけじゃなくって、うん、いろんなことについてもうコミュニケーションを取って、うん、でそのノーっていうのもそのって言いやすくなるし、ノーって言われてもまあそういう時もあるよね、うんうん、ちゃんと理解ができる、そうやって受け止められるようになるとは思うから、そういう関係性を築いていってほしいなってすごい思う、うん、急にさ気分変わる時あるじゃん、あるある、さっきまでいいよって言うんだけどちょっと気分じゃないなみたいな、うんうん、そういう時もそのもちろん、うん、ノーって言っていいし、うん、あ違うかもって思ったらもうすぐノーって言っていいし、うん、まあ、言われた方もそういう相手の気持ちを尊重しないといけないから、うん、ノーって言うとね、そのお互いに一つ一つこう確かめながらっていうのが、うんうん、まあ、後々信頼感とかそういうのにつながるのかなって思う。あとさ、恋人同士でお互い好きだなっていうのはある中で、うん、わざわざ聞くかなって、まあでも信頼関係ある2人だったら、うん、まあ、例えば2人だけの合言葉とか、うん、サインとかを決めておくのも一つかもしれなくて、うん、まあ、それがね、これですよ正解はみたいなっていうのがあるわけじゃないから、うん、まあ、普段からパートナーとこうしっかりコミュニケーション取って2人にとっての答えを見つけるっていうのが一番かなって、うん、普段から信頼関係築くのが大事ってこと、うん、もうそうだね、そうだから普段からこの相手をリスペクトして明確なコミュニケーションを取るっていうのを心がけるのが大切かなって思います。ここまではさ、パートナーとの関係性について話してきたけど、うん、世の中的な意識としてはどうなんだろう、ね、
なんか性暴力の事件が起きた時に、うん、被害者側にも落ち度があったんじゃないのみたいな意見があるから、これは本当に声を大にして言いたいんですけど、その被害者を責めるような風潮はこれ絶対になくなってほしいと思って、うん、ただでさえ辛い思いしてるその被害者を非難したり、うんうん、問い詰めたりするのって普通に考えて良くないじゃん、うん、確かにそうだよね、うん、自分も悪かったのかもとか、うん、相談するほどのことじゃないかなって思って、うん、なんか誰にも相談できない人多いみたいな、うんだからもしその友達とか家族とかこう身近な人が被害に遭った時は話をこう疑ったり否定したりっていうその人を責めたりしないように気をつけることが大事なんだよね、うん、うちら一人一人の意識を変えることで被害者が責められない世の中を作っていきたい、うんうんうん、ということでその性的同意について二人にも見てくれてるみんなにも知っておいてほしいなっていうことをちょっと今お話ししてきたんですけど、うん、いかがでしたか？すごいためになりました、はい、あ、本当？なんか日本って性について話すことがなんか少しタブーになってるっていうか、うんうん、そうそうそう、家族とか友達にも話しづらいみたいなとこあるから、うん、この機会に知れてよかったです、うんうん、だからこそこのみんなで性そのものへの意識を変えていくっていうのが大事なんだよなと思って、うんうん、妊娠とか性感染症とか体に影響があることだもんね、うん、そう。なので私たちこのクレマグの YouTube をこうやって見てくれてるみんなをはじめとする皆さんがもし万が一そういう性犯罪とかにこう巻き込まれたりとか、これってもしかしたら性暴力かも、うんうん、と思ったらすぐ性被害相談窓口っていうものに相談してください、うん、こう電話で話すのってちょっとハードル高かったりするなとか思う人はこうチャットで今相談できるものもあるので、そちらもチェックしてもらえたらなって思います、はい、でこの性暴力っていうものに関して相談するっていうのが最初にこう友達にする人が多いみたいなんだけど、やっぱりその友達から相談されたら相談できるところあるよっていうのを勧めてあげてほしい、うんうん、自分がね、うんうん、相談先は性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、こちらがシャープ8891、早くワンストップ。性犯罪被害相談電話はシャープ8103、ハート3。そして性暴力に関する SNS 相談、こちらがキュアタイムにご相談ください。もっと話そう、理解しよう、性的同意。うわもうクリスマスかよ、ね、ダリー、マジダリー、あダリ ー、 ダリー、あすいません、お前鈍化ぶりだしダリーメイン映ってね、ダリーあー卵買わないと、なんで今日の夜ご飯何にしよう、卵必要だ、でメインメインチからもらえよ、卵くれ、めっちゃ甘いすぎて卵もらえな、卵くれ、何やの、あれ、プーのご飯、プープー、何卵やの、卵をいつもご飯、手作りご飯の上に卵だけ別でチンしてモコモコにさせて、それをたかけると食べてくれる、わがまま、え、何入れてる手作りご飯、米とか、それ教えてほしい、いいよ、食べなくてカリカリを、外が、うん、本当にドッグフード、うん、嫌いなの、わがまま、わがままなのか、もうでも美味しいもの知っちゃってるから、バサもそうか、マジ食べない、バサ何食べる、え、もう一回食べなくなってからその人間のものあげるのやめたの、あそしたらまた食べるようになった、甘やかしちゃう、人間のものね、ダメだよね、あげちゃう、厳しくいこう、で、なんかさワンちゃんのさ、女の子ってさ、あのちょっとわがまま、うん、気質ない、だって、うん、ウーとかウーにそん一切ないもん、何でも食うみたいな、ダサいと思うわって、そうで、エアの友達のワンちゃん、うん、女の子なんだけど、その子も結構わがままなところはある、ママがさ、あげちゃうの、え、そう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 、わかる、こうやって、いちごとか、野菜とかあげちゃうよね、可愛いからね、それも一回やめてみるか、うんうん、それ絶対ドッグフードを食べた方が一番栄養的にはまるまる入ってるわけだから、うん、そこだけが心配なんだよね、今痩せ細っちゃったら意味ないから、我慢しせよ、厳しくいこう、そう、そうだね、うん、おやつはあり、おやつ、ご飯食べてるならいいじゃん、あ、そうそう、ご飯食べたらあげるよ、うん、
そうしよう、そうしよう、そうしな、こうやって辛いわね、うん、うん、時には厳しく、そう、自分の子には厳しくいこう、どこにもね、うん、うん、うちらが甘えますから、うん、そう、その代わりで、どんどん親は嫌われていく、ね、ママにはもう笑わないし、うち多分なんかの動画で泣いてるはず、え、そうなの、全然笑ってくんないくて、僕は、うちが何をしてもね、だし、抱っこしてももう暴れまくって、でも朝日が抱っこすると思う、ね、もう悔しくて、ご飯も食べてくんなかったの、うちがこうやってやっても、でも朝日がやると食べる、へえ、うちがその口とか拭かれるの嫌なの、うん、とかおむつ交換も嫌い、うん、着替えも嫌い、うん、それをうちがさ、朝日もやってんだけど、うん、うちがやると余計泣くわけ、うん、だからうちポコからしたらうちが嫌なことをやる人っていうふうになってるんじゃないかなって思っちゃって、うん、プラス自分もこうなってる時だったから、うん、動画でめっちゃ泣いてる、見たい、何の動画だろう、でもそうなんだ、親って嫌われるもんなの、うん、そのありがたみは分かんない、まだ分かんない、うん、うちらになってやっと分かるからね、離れてから分かるんだ、こんなの、じゃあ離れよう、早い早い、まだ分からん、離れてもしんどいよね、そういう時あるもんね、だからさ、ワンちゃんとかもさ、めっちゃ懐くのっておやつめっちゃくれる人じゃん、そうだよ、でもさ、飼ってる側からしたらさ、健康考えてさ、そんないっぱいあげないから、うん、だから本当はこっちなのに頑張ってる、うん、そう、ママにも心厳しくなるね、ママ、うん、まあ、ダメ、あ、あいつダメでしょ、そう、うん、え、ちょっといいね、ダメ、もうプーに会いたいわ、いや、会わせたいんだけどさ、めっちゃ震える、震える、震える、もうこんな、足こんな、で、尻尾超下がる、怖いの、人が、人が多分怖いんだと思う、なんかされた、ね、でもちっちゃい頃からなんだよね、それ、ずっとそれだけは変わんない、え、なんかさ、社会科みたいなやつだ、何社会科って、え、そのワンちゃんを、うん、そのワクチン打つまではさ、外出しちゃいけないみたいな、うんうん、でも、抱っこ散歩はした方がいいらしいよね、え、そうなの、その外の景色を見せたりとか、いろんな人がいるよとか、いろんなワンちゃんいるよっていうのをワンちゃんにその教えた方がいい、じゃないと、いきなりいざ散歩できるってなって外を下ろしたら、もう全部が怖くなっちゃう、そうなんだ、うん、トトはあれでやってた、あ、ベビーカー、抱っこ散歩はないか、普通の散歩初めてになってからから連れてったけど、ダメだった、やっぱ散歩行かないもんね、そう、なんか抱っこしてるみたいな、怖いんだ、でも今は散歩好きだよ、うん、けどビビりながら散歩してる、うん、もう音とかに、だから掃除機とかも、ドライヤーとかも、もうちっちゃいうちからやっといた方がいいです、そうなんだ、慣れさせる、うん、じゃあブー最強だ、ブー最強、掃除機に、あの突撃して遊んでくれてると思ってブーはもう本当に一番の能天気、え、そう、本当にそうなの、私、みんな好き、あの、うん、この人とかじゃない、うん、もうみんな好き、人間、そう、犬って感じ、そう、逆にプーはもうだ、この人じゃないとダメってなるから、なんか、あ、可愛いなって思うんだけど、プーはみんな好きだから、うん、メンヘラ製造機って呼んでる、あ、うん、いつか会えるように頑張りたいと思います、プーは会いに行くよ、いや、そうね、うん、プーはちょっと怖いけど、てなわけで、私たちは今日はね、早朝から、そう、そう、働いてます、早朝から、早朝だけ、そう、そう、水見かけが悪いかな、最近、ちょっとハマってる、あ、そう、いろんな悪い方してみよう、挑戦してこう、悪い方、いいと思う、ストーリーに乗せてくれるから、そうめいめい、あ、そうだ、これが乗らなかったらつまんないって、やばい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 、でも今日乗ってないからつまんない、今日乗ってないの、これ、うん、うん、乗ってない、多分乗ってないの、乗せてよ、乗せてよ、絶対乗せてよ、お願いするよ、分かった、乗るために頑張ってるもんね、YouTube の、でもめっちゃ眠くて、分かる、そう、なんですけど、私だから予防接種、2時、おお、もう一回帰れるから、うん、帰ってポコとベビーカー持って、うんうん、頑張ろう、皆さんも寝れるときに寝、寝や、うん、寝よ、寝よ、寝るときに寝ときや、寝ときや、じゃあみんなまた次回の動画でお会いしような、バイバーイ。